ケアミナナノミオとお疲れ様です。宮地です。夏といえば焼肉、焼肉といえば美濃島かわからんけど、コスパいい焼肉屋さんを見つけたのでちょっと行ってみたいと思います。今日行くお店は美濃島にある磯出チキンさんです。この日いつも以上に嬉しそうな表情をしている理由ってのは後ほど教えます。はい、まずはキンキンのプレモルです。じゃあ今日もみんな一緒に飲めばいい。お疲れ様、乾杯。さっきテンション上がっとった理由なんやけど、なんとハッピーアワーで飲み放題が18時45分までなんと500円という格安で提供してくれてます。これは美味しくないわけがない。YouTube やらせてもらってて、あの福岡酒場っていう福岡のコスパいいお店を紹介してて、ずっとここ行きたいなと思ってて。あ、そんな、いやちょっとオープン直後に来てしまって申し訳ないんですけど。そして嬉しいポイントなのが炭火で焼けるという最高なスタイルです。この炭火を見ながらビールが進みます。豪華な鶏肉お試しセットが来ました。なんかこの部分だけ見ると、あの福岡のグルメ YouTuber 中爺さんのインスタみたい。そしてニンニク本入れ焼き350円と鶏肉お試しセット700円です。私が喋るの邪魔なんじゃないかってぐらい炭火って音が癒される。ただ難点はかなり焦げやすい、まあ、これは私の焼き方が完全に悪いんやけどね。はい、ここでもまさかお会いできると思う。あのこの間多分なんかちらっと話しましたよね、ここのお店の。そうで、もともと行ってみたかったところだったって話をしてまさかここでもお会いするとすごいですね。なんかこんな短スパンで2回目ましては。こちらの視聴者さんが店員さんに枝豆持ってきたってってことで、なんとご厚意で枝豆をサービスしていただきました。ここの枝豆は普通の枝豆とはちょっと味が違うけんと言われて納得です。わさび風味がしたけど、私的にはわさび優しめで食べやすかった。そしてファイヤーしすぎて、もはやどこの部位かも何かも全然わからないという、あ、鶏皮ですね。鶏皮をいただきます。あ、でも鶏皮ってパリッとしたのもいいおつまみになるけん、まあ、冗談抜きでここまで焼いても美味しかったです。飲み放題だからいろいろ気にせずがっつり飲めちゃうのも最高です。ビールごちそうさま。チキンだけじゃなく海鮮もいてて、ブラックタイガーは240円でした。エビがドーンと乗るだけで一気に豪華。最近おサボり気味の TikTok ですが、こんなシュールな顔で撮っております。2杯目はビアホールにしました。乾杯。ビアホールも飲み放題に含まれとるってなかなか珍しいなと思いました。ビアホール飲みやすくて美味しいよね。お次はさっきよりは、まあ、まだいい感じの砂釣りをいただきます。そしてこのお店照明バリキレやない？動画撮りやすいの本当ありがたかった。そして砂釣りの噛み応えと鶏の美味しさが最高すぎます。炭火肉焦がし検定2級の私が通ります。はい、美味しく食べてはどんどん焼いて。私前に何かの動画で話したんやけど、私誰かと焼肉行くと焼いてもらう専門なんよね。やけん一人焼肉だと焼くの慣れてなくて人一倍世話しなくなる気がする。
でも一人焼肉の良さはニンニクがっつり食べられちゃうことです。ニンニクってお酒のいいあてにもなるし、食べた後めっちゃ元気になるし、中毒性半端ないよね。この丸ごとならではのホクホク感はたまらなすぎる。まあ、2杯まで、あ、もう1個、生、はい、はい、なんとハッピーアワーでも生2杯まで OK らしいです。この値上げ時代に果たして大丈夫なのだろうか。そしてこの日なぜか連続生行かなかったっていうのはさ、やっぱ飲み放題やけんドリンクに変化あった方が楽しいやん。あ、ごちそうさまってのもあって今回は一旦ビアホールを挟んだんよ。まあ一応ね、動画何も考えてないでちょっとは考えてるけんってことにしとこ。とはいえ生ビール大好きな私にとっては大事な何かが失って戻ってきたような感覚に陥るぐらい、この時の生ビールまた違った美味しさでした。ブラックタイガーも炭火で焼くことで香ばしさが増して美味しかったです。撮影忘れて一人焼肉堪能してたらもうビールあっという間に飲み終わりました。まだ飲み放題、時間が少しあったけんちびちびつまめるエイヒレちゃんをチョイスしました。ニンニク好きの私は味変アイテムにガーリックがあることにちょっとテンションが上がりまくりました。ホイル焼きも貯めて、もうニンニク女と呼ばれても仕方がない。4杯目はしょっぱい梅サワー、乾杯。しょっぱい梅サワーちょっと珍しいなと思って頼んでみたんやけど、いいしょっぱさが癖になるやつでした。美味しかった。そしてハッピーアワーの飲み放題とはいえサワー系やカクテルも割と種類があったから、女性の方も来やすいっていうのも嬉しいポイントだなと思います。あ、ありがとうございます。確かにちょっとこれすいません。そうですね、香りで。いや、美味しいグルメを紹介するチャンネルとは思えない焼肉のグダグダさ加減、ほんとすいません。このキングオブウェルダンに梅サワーは欠かせません。もはやこれは何のチャンネルかわからないぐらい私は小橋のプロやけど、焼肉以外のたくさんの動画も投稿しております。どうか見せてないでください。そして視聴者さんにおすすめのメニューを教えてもらって、エビシソ巻き250円も追加注文しました。今度こそ焦がさないようにちゃんと見張りながらもお酒もしっかり飲みほしい。このちょうどのタイミング地味に嬉しくない。そして安定のレモンサワー、乾杯。レモンサワーは本当間違いないね、最高。エビソ巻きいい感じに焼き上がっていただきます。これ豚肉の脂とエビとシソ、このバランスが最高すぎて、これからの時期もねさっぱり食べれる件ぴったりだと思います。ぜひみんなも食べてほしい。そしてドリンクラストということで赤玉パンチをいただきます。あ、レモンサワーは視聴者さんと話してる間にいつの間にか飲み終わってました。あ、いいですか。一個だけね。僕ら三人なんで。めっちゃすいません。あ、ありがとうございます。投げたら蜂蜜取りに来てください。くるくるしないと落ちるから。わかりました。ありがとうございます。すいません。視聴者さんにカマンベールチーズ一個余るけんってことでいただきました。じっくり焼いて。クラッカーに乗せて。すいません、ありがとうございます。これ絶対かけないとあかん。あ、なるほど。いただきました。ありがとうございます。これちょっとかけさせてもらいます。こんな感じで蜂蜜をとろりとかけていただきます。これはぜひみんな頼んでほしいってぐらいかなり美味しすぎました。焼いてとろとろなのは間違いないけど、炭火で焼くことで炭焼き特有の香ばしさも増して、デザートはもちろん万能なおつまみにもなります。
これはぜひハーフサイズも置いてくれると私的には非常に嬉しい。お会計は2570円でした。炭代が200円かかるとはいえどれも美味しい上にそしてお酒も安すぎる。炭代もしかしたらグループで行くとみんなで200円かもしれないです。知ってる人コメントで教えてくれたら嬉しいです。では会員完食ごちそうさまでした。前に酒飲みの焼肉やってサムネ出した動画並みに酒飲み向けのコスパ焼肉店でした。お酒がとにかく安い、最高すぎます。たくさん食べました。お腹もパンパンです。じゃあご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録よかったらお願いします。